無沙汰しております。ここは関西有数のターミナル天王寺駅です。今日はこれから和歌山で用事があるんですね。阪和線に乗ってできるだけ早く和歌山に向かいたいと思います。早速電光掲示板を見てみると、まあ、一番上が普通なんでね、時間的に見ても一番早く和歌山にたどり着けるのはこの飛行機のマークですね。関空奇襲時快速16時27分発の関西空港和歌山駅、これに乗ればいいでしょうね。その下を見てみると8分後にも快速和歌山駅があるようです。いやすごい、和歌山に向かう人にとっては本当に便利だと思います。関空奇襲時快速に乗るときに本当に気をつけないといけないのが乗車位置ですね。2つの快速がくっついて走るので乗り間違えたらえらいことになってしまいます。今入線してきたのが223系、前側の4両が関空快速関西空港行きです。和歌山で美味しいみかん食べないといけないんでね、飛行機に乗っている場合じゃないんですね。ちょうど見えてきた連結部分、後ろ側の4両が奇襲時快速の和歌山行きです。8分後に快速っていうのがありましたけど、名前的にこっちは奇襲時快速ですから戦闘力がなかなか高い気がします。到着時間とよく確認していないんですが、和歌山に先着するであろう16時27分発の奇襲時快速に乗っていきます。途中のひね沼での停車駅は堺市、三国ヶ丘、大鳥、泉府中、東岸和田、熊取ということになっています。先ほどから通ってきました大阪環状線から阪和線に入っていきます。天王寺を出ると次の駅堺市までの区間っていうのが本当に気持ちいいんですね。このように高架区間になっていて踏切が一切ありません。なかなかの過密ダイヤで走っているのでスピードをぶっ飛ばすということはできないんですが、綺麗な直線区間、怒涛の7駅連続通過は圧巻です。列車は鶴ヶ丘駅を通過、あっという間に次の駅に差し掛かります。朝ラッシュの時とかはえぐくて、まさにこの方向にカメラを向けていると車間距離が短すぎて同じ方向に行く列車がね、2つ画角に収まってしまうというなかなか異常な光景も見られます。列車は天王寺駅を出発してから7分後のことです。16時34分に最初の停車駅堺市駅に到着で、まさにこの時なんですが、先ほど電光掲示板下に表示されておりました快速16時35分発の和歌山行き、この列車が阪和線専用ホーム4番乗り場を出発です。投炭式になっていて阪急の梅田駅、南海難波駅で見られるようなこうワクワクする構造なんですね。まあ、僕が乗っている奇襲時快速とは8分の差がありますからね、さすがにね追いつくとかそういうことはないと思いますが、なかなか高頻度で阪和間の快速っていうのが運転されています。奇襲時快速も順調にどんどんと駅を通過しながら走っていきます。まあ、僕としてはね、もう和歌山に行く一番早い手段っていうのを使っているので、まあ、あとはじっくり鉄道ファンとしてね、乗車体験を楽しめばいいだけということです。列車は三国ヶ丘駅に停車した後大鳥に到着です。この駅からはなかなか珍しい一駅で終点になってしまう路線、羽衣線が発着しています。でこの駅では対比線に進入するんですね。え、何？後から来る列車に抜かれるんかなと思って電光掲示板を見てみると、いやそんなことはありません。しっかり関空奇襲時快速、この表示が一番上に来てまして、次の快速は7分後、おそらくなんですが今の時期黒潮と遥が減便されているので本来特急に抜かれるための対比だったんじゃないかなというふうに思います。少しの休憩をとって時速100キロ近くで走行、大鳥までは制限速度が時速95キロだったんですが、和歌山までの区間では時速120キロということになっています。今到着したのは東岸和田駅、すごいですよね。まあ、少し前には103系とか205系など様々なバリエーションの列車というのが走っていたんですが、今は見事にこの銀色に青い帯、このカラーリングで埋め尽くされてますからね、関西近郊の路線では一番統一感があるんじゃないかなと思います。その先熊取を出ると次の停車駅はひねの、もし仮に関空快速奇襲時快速乗り間違えた方はこの駅までに気づいて乗り換えておく必要があります。この駅で関空快速と奇襲時快速の切り離しが行われるんですね。でこの駅の連結切り離し作業っていうのは圧巻。関空奇襲時快速は15分に1本の間隔でやってくるので、ものの見事にさらっと作業が終わります。前方4両これから関西空港線に入ります。関空快速とはここでお別れ。
遅れること3分後には後を追うように紀州路快速も出発、高架区間右にカーブしていくのが関西空港線です。いやー、ここまでなかなかの速度でぶっ飛ばしてきまして、和歌山にもいい感じでつけそう、最高の気分なんですが、ん、ここで分岐、なんか今回多くないですかね。日根野を出発して3駅先泉砂川でまた対比線に入っていきます。まあ、言うてもさっきは列車に抜かれませんでしたからね、まあ、普通にこの駅では4番線に入ることになっているのかもしれません。泉砂川駅に到着、出発まで時間があるようなんで外に降りてみたんですが、あれこれお客さん紀州路快速から降りて何やらホーム上で待機をしています。3番乗り場に電車が参ります、ご注意ください、電車が参ります。やっぱり向かい側のホーム3番線、なんか列車が入ってくるようです。ちょっと待って、これ天王寺を8分後に出発した快速ですよね。あれこの駅で追いつかれてしまいました、どういうこと。お互いに快速っていう名前を持つ列車でありながら、これ時間差があるってことですよね。右側4番線には紀州路快速の和歌山行き、左側には快速和歌山行きが到着するという、これなかなかカオスな光景です。そしてお客さん快速から快速の乗り継ぎ、もはや理解不能です。まあ、とは言ってもね、紀州路快速の方が先到着してるんで先に出発するはず。おうおうおう、嘘だろ、天王寺駅を出発した時点でこれ明らかに紀州路快速の方が早く見えたんですが、なんでなんですかね。大体こっちは紀州路快速ですからね、ノーマル快速と比べてどう考えても強そう、これ戦闘力5000ぐらい差あるじゃないですか。そんなことはお構いなく快速和歌山駅は涼しい顔をして抜かしていってしまいました。そう、この列車は快速列車に抜かれてしまう、トライ用によっては少し悲しい快速列車なんですね。というのも停車駅見てもらったら分かるんですが、先ほど関空快速と切り離した日根野からはこれ各駅停車で和歌山まで向かうということになっています。対する快速は日根野から和歌山までの9駅間半分以上の5駅を通過していきます。関西って別の路線に何々寺快速という快速が他にあるんですね。大和寺快速、宮古寺快速、丹波寺快速というのがあるんですが、これらの列車は同じ路線を走る快速よりも停車駅は少なく、また同じということになっています。ただこの紀州路快速だけは例外、阪和線内特急以外の最速の種別っていうのは快速になるんですね。謎の逆転現象が発生しているわけです。これなんでかっていうことなんですが、日根野から和歌山までの間、朝の時間帯を除いて実は普通列車っていうのが走っていないんですね。そんな中で快速も紀州路快速も止まらないということになりますと、ビンゴ落ち合いもびっくりの秘境駅が出来上がってしまうわけです。それはダメだということで、紀州路快速は普通が走っている朝の時間帯以外、日根野から和歌山間は各駅に停車することで普通列車としての役割を果たしているんですね。大阪環状線、阪和線をまたいでの快速運転、さらには日根野から和歌山間での地域輸送と、運転区間内に役割を変えるということをしていたんですね。これはすごい、スピードの速さだけが良さではないですからね。先ほど悲しいとか言いましたけど、この紀州路快速は影の立役者だったわけです。列車は17時45分和歌山駅に到着。向かい側には先ほど泉砂川で抜かしていきました快速列車が回送になって車庫に引き上げていきます。結局あれから通過しながらこの駅まで来まして、和歌山に到着したのは17時40分天王寺を8分遅れて出発していながら紀州路快速に5分も差をつけたんですね。そして乗ってきた紀州路快速は再び折り返し、紀州路快速の本当にありがたいところは大阪環状線まで直通することなんですよね。これが本当に大きくて、関西にお住まいの方ならわかると思うんですが、天王寺で乗り換える必要がないっていうのはなかなか大きいことです。そう考えると紀州路快速を名乗る理由っていうのもね、納得するものです。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。あれちゃん、あれよ、おった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 、ちょっと待って、なんでいるんだあいつ、見てる見てる見てる、ちょっと待って、ちょっと待って、早すぎ、ちょっと待って、待って、浜松駅からサンライズ瀬戸に乗るっていう、あかっけえ、グリシャドル、ちょっとだけライブをやろうと思います。お前30分やからな、そこ動くな動くな、バーター